頭で考えるな、心で感じろと。もう分かんない、分からん。みんな無事か、無事なはずで。あの意外とうまくでしょ。世界一周飛行日誌697日目、巨大な竜巻に巻き込まれ、見たこともない島に墜落した。岩山からおぞましい獣の鳴き声が聞こえてくる。マガマガしい俺がジャングルの奥から放たれている。私は心に誓った。こんにちは、まず生き延びてみせると。こんばんは、よろしくお願いします。うわー、すごい。え、何ここ。これがアフマですか。で、これ後ろにいるのはスタッフさんかな。今日お願い、よろしく。こんばんは。あなたここでも働いてるんですか。こんばんは。え、何のこと、何のことかな。スタミさんここ、スタミさんここ、師範。あ、はい、わかりました。はい、師範、皆さんお願いします。はい、よろしくお願いします。どうもお願いします。お願いします。今日は楽しみましょう。そう、楽しみましょう。師範、みんなね、今日はここみんなでグループだから。やった、そうそうそう、今日一緒に回っていくグループだから。かわいいな、仲良く。よかった、背が高めだ、みんな。ようこそアフマ大陸へ。私は今日師範のガイドを務めるステラ博士だ。よろしく頼むぞ。おー、ステラ博士。助手のネオレイです。助手さん、はい、よろしく。助手だよ、よろしくお願いします。わかりました、よろしくお願いします。何かあったら聞いてね。はーい、行くぞ。おい、はい、おい、おー、パンツが見えてるぞ。大丈夫か。あ、さゆき、あー、さゆき。ズボンに変えます、少々お待ちください。ズボンぐらいの速度でめちゃめちゃ見えてるぞ。気をつけろよ。そうね、歩きやすい。いや、ズボンじゃなくてか、お前。ちょ、さゆき動いてみ。あー、さゆきやるな。スパッツです。さゆきやるな。はい。アトラクション乗る前に興奮するの。スパッツだからオッケーって、その男子からしたらアウトなんだよ。もちろんこっち。初めてね。初めて、初めて。ありがとう。博士、初めての人、非常に感じた。おやつにバナナは入りますか。入れてあげて、入れてあげて。あそこに今日ね、乗るね、アトラクションのポスターもあるからな、はい、見てってくれよ。レベル5は今日乗れるんですか。レベルが乗ります。知らないぞ。乗ります。どうなっても知らないぞ。もう大事なことやばかったら目を閉じる。やばかったら目を閉じるんだな。だからいっぱい考える。頭で考えるな、心で感じろと。まあ、はい、わかりました。心なんですね。心が大事。心が大事。いくよ。何あれ姿を消したけど。何我々は
逃げ出した生物を探している。君たちこれぐらいの高さのなんか紫色のモフモフした。あ、見た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 、あっちへ。今のさっきたの、あっち行った。いたいた、紫の鳥。我々のセンサーでは向こうの方に向かったような気がしたんだが。向こう。いやいやいや、私も。え？いや、信用されてない。信じてもらえよ。信用されてない。全然話聞いてねえな。あれ？全然話聞いてねえな。あ、落ちたっての？なんか紛れ込んでたのか？ねえ。お、あ、アナウンスが来た。あ、すごい。いい声。いい声。ありがとうございます。ちょっと、ワールドオンサイズで。今、大陸へやってきたトラベラーとなり、90くらい。いい声。文化や人々の営みを目にし、時には冒険を繰り広げることになります。迷子になるかもしれないって大丈夫、アフマ大陸に住む現地民ネイティブのみんながトラベラーの皆さんをご案内します。ちょっと呼んでみましょう。おい、ネイティブのみんな。お、おはーい、おーい、おめえのことか。お近くのネイティブにお声掛けください。クマと一緒、ネイティブ。このタイミングでネイティブのみんなをショーアバターしていただきますよ。お願いします。ちゃんとショーアバターしてね、大丈夫。ネイティブでも表示で。あ、できてない、きついた。トラベラーの皆様、いよいよ入場ゲートが開けます。まだ誰も見たことのない世界、まだ誰も味わったことのない興奮と感動があなたを待っています。すげー、悪魔大陸アドベンチャー、ザ・メタバーステーマパークショー、ようこそ悪魔大陸へ。わあ、わあ、わあ、すげー、リュウリュウリュウ、すごい、すごい、わあ、これね、すごいね。猫じゃないからね。は？猫じゃない。そうですね。これ。猫じゃないですからね、これ。これは。カンガルー。カンガルー。は？羊カンガルーっていう。心で感じて。心だった。心だった。あぶねえ。カンガルー。カンガルー。そうそうそう。エブライゼ。カンガルー、カンガルー。よし、シーハンのみんな、こっちだ。はーい。大丈夫です、大丈夫だ。大丈夫だ。今日でパイロットクビか。はいはい、言ってないと好きなこともできないなんて、ほんと世知辛い世の中で、まったくもう嫌になっちゃうよな、ほんとに。ああ、これからどうしよっかな。おお、ああ、さっき、あれ、さっきの子じゃん。そんなあれ。あ、死んだと。おほうほう。おおおおお。なんだこいつ、かわいいじゃん。触っちゃダメだよ。こうして、おおほうほう。はい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 。なるほどなるほど。あ、全然わからん。なるほど。でも私も、もうなんかパイロットクビになっちゃったし、これからどうするかも決まってないし、君のことを面倒見れるような状況じゃないんだよ。ごめんな。リアルかな。いやー、すまねえな。解消がないばっかりに。私は面倒見れないんだけど、代わりに君のことを面倒見てくれるやつを一緒に探そう。それくらいなら私にもできるからね。それでいいかい？うん。よし。じゃあ、そうと決まれば、まずはそこだ。ついといて。君の、いつまでも君っていうのも、あれだよな。名前つけちゃった方がいいよな。ほうほうほう。はい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 。よし、決めた。君は、今日から私と友達になった。しかも、めちゃめちゃノリがいい。ってことで、友ノリだ。おー、センスねえぞ。よろしくな、友のり。いい名前だろ、友のり。あいつを止めさせろ。そう、あいつを止めろ、誰か。Tシャツ売ってるやつかな。なついちゃってるね。ねえ、なついてるわ。え、ちょっとの。何かだ？ここ。お、船ある。一緒ですね。クルーズだ。
お、なんかいる、なんかいるぞ。なんかいる、なんかいる。ちょっと待ってもらっていいか。なんか、行きましょう、行きましょう。こんにちは、猫旅クルーズの案内役をやらせていただくマイクってもんだ、よろしく、はい、よろしくよろしくいいね、いいね。俺ね、レスポンス待つタイプだから挨拶しないと進まないから気をつけてね、みんな。はい、さあ、まず早速行くよ。はい、おいー、よし、よし、来ました。いっぱいいっぱい。さあ、まずこちら見えますわ、カエルリックス。こう見えたらいかつい顔してるだろ。だがな、実は優しくていいやつでな、ここのジャングルのカエルリップスには俺の友達ドムとコールがいるんだ。聞こえます。さあ、こちらに見えますのは、アフマ大陸のね、ジャングルに住む先住民族、赤坊族とパズ族だ。赤坊族は頭がとっても良くてな、友好的な民族なんだぞ。しかしこちらのパズ族、もう見た目からして毒々しいだろ。こいつらとっても好戦的で危険な種族なんだ。なんでも幼い頃から試練を受けてるらしいぞ。おお、怖い怖い怖い。いいか、もしこいつらに会っても絶対に目を合わせるんじゃないぞ。いいな、目を合わせない。目をつけられたら何をされるか分かるから、分からんからな。おい、いいな、みんな。さあ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 、こちらは目玉生物クリスタルライノだ。おお、あっちにもな、チラッと見えるんだが、このアフマ大陸に生えてくるクリスタルを食べて暮らしている際なんだ。最近な、数が減ってきたせいで絶滅危惧種に認定されたな。まあ、もし今回のクルーズで会えたら、お前らラッキーだぞ。しっかりと目に焼き付けておくんだ。いいな、土産話にしてみんなに自慢してやれ。さあ行くぞ。さあ皆さん、これはこのアフマ大陸にある危険区域、肉食恐竜の渓谷だ。まあそうなんだ。文字通り肉食恐竜たちがわんさかいる危ないところなんだ。しかし今回のクルーズでは絶対に絶対に行くことはないから安心してくれ。絶対にだぞ。了解。いいな、はい、了解。まあまあまあ、もし行ったとしても、このマイクがお前たちを守るくらい安心してくれ。はい、やるな、マイクは。すげえ、かっこいい。ほら、だラストね。こちらクリスタル、こちらね、先ほども言いました通り、このアフマ大陸のジャングルに生成してるね、アフマジュっていう大きい木のね、根っこから生えてくるとてもレアな鉱物でございます。まあ、最近ね、こいつらを取っていく悪いやつもいるんだが、もし見かけたとしても、これ大事な資源だからみんな取るんじゃないぞ。いいな、了解。いいな、もし取ろうとしたら、はい、俺がってやるからな、ってくるみんな。了解。いいな。うん。だぞ。オッケー。はい。皆さん、こちらに見えるあの可愛い女の子は見えるか？あれこそが我が愛犬ディジーでございます。可愛いだろう？可愛い。可愛いだろう？可愛い。乗ったら置いてある椅子に座ってな。はい、好きなとこでいいからな。あの早めに出ちゃうぞ。はい。何なんだろうと？肉食恐竜には絶対合わないんですよね。もちろんだ。もうよかった。会う気がないだろう。そんなことはないですよね。会う気がないだろう。マイクを信じろ。大丈夫だ。俺がしっかりとお前らを案内するから任せとけ。さあ、みんな座ってください。さあ、動き出すか。よろしく。さあ、未知の生物、見たことの生き物、ロマンあふれる冒険の香り、ようこそアフマ大陸へ。かわいいやつがいるな。ここはまだな、肉食恐竜の渓谷ではないから、あいつらはいいやつだ。あいつは草食動物だから、今日安心してくれ。そう、もうかわいいやつらが見るだろ。ほら、あそこに、ほらみんな手振ってあげて、ほら。あれ、肉食じゃないんだ。家族もいるみたいだな。いいやつだろ、かわいいな。皆さん、あちら左でご覧ください。みんな見えるかね。パズ族だ。パズ族ない、赤坊族だな。あれ、仲いいやつだ。みんな手振って挨拶してください。ほら、おー、赤坊族元気しとるか。いいやつだな。あ、なんだいつは。あれ宇宙人だな。最近な、アフマ大陸にはよく宇宙船がな、飛来してくるんだが、まあ多分それのちょっと戦場員じゃないかなって俺思うんだかな。まあ害はなさそうだから手振ってやくれ。わー、おーっと、ダメダメ。
ほれまあ、あそこに元宇宙人、元宇宙人いるけど。あ、目見ちゃいけないんだよね。やばい、石とか槍とか飛んでくるから。どうしても見たい人は指をなんかこうやって顔に当てて指にしてから見てくる。あー、燃えて燃えて燃えてパズドクがやったのか。ぶっ飛んだやつらだな。お前らラッキーだな。やったレアだ。あ、お、え、できるの、すごい。すごい、いけ、岩に挟まれてるのか。頑張れ、いけ、すごい。おお、ワインやるな。どうよ、そしてジャングルは稼げるな。ありがとう。次のエリア、なんだと思う、みんな。めちゃくちゃ綺麗だからな、みんな。びっくりすぎて、顎外すんじゃねえぞ、行くぜ、みんな。顎外れることだね。おお、クリスタルもある。めっちゃいい、きれい。マグマゼ、そして根元に生えてるクリスタル、めっちゃきれいだね。あらあら、マジなんだ。ちょっと捉えたら、コアに近いクリスタルがあるな。捉える。おい、よっほー、元気してるか、お前初顔だな、お前。ちょっと今度からあいつ撮ってみよう。ちょっと撮れねえから、なんとかして撮れねえ。あ、いや、楽しみ。おい、俺何も言ってないから、何も言ってない、何も聞いてない。大丈夫これ。ネイティブのみんなに話すんじゃないぞ。いいな、俺の首が飛んじまうからな。ディズニーからのご挨拶一回です。さあさあさあ、どうぞどうぞ。皆さんね、しっかり船が止まるまではしっかり立たずに。お、メンテナンスしてるな、隊長の。なんかいる。おお、おお、ようこそ帝国貿易地へ。帝国貿易地、お前ら私の新米レンジャーか。おっと、紹介が増えたな。私の名前はエイト。本日職案の職がを初任務までの間、そう、エイト、エイトマン軍曹でもいいぞ。この指名手配書は手配書、宇宙指名手配犯プレハブハーンの指名手配犯だ。プレハブハーン、プレハブハーン、こいつは宇宙の荒くれ者、宇宙ヤンキーのボスでな、全てが謎なんだがな、こいつ血液型が O 型ってこと以外は謎で。O 型なんで血液型が分かってんの。
時はね、公式プロフィールにこいつ載ってたんだ。全略プロフィール。公式プロフィール。おい、世代が出てるぞ。出発する前に、この基地の司令官、JR ビジットボディのお言葉を聞いてもらう。お、ビジットボディ司令官、新米連中出てきましたよ。司令官。時は、オスマン帝国の第6戦王朝のことで、別の惑星を行き来し、宇宙人と貿易を行う宇宙連合会時代、規律に基づく友好的な交易が行われているが、近年、悪魔大陸の豊富な資源を狙って、プレハブハン率いる流進的な宇宙人勢力、宇宙ヤンキーによる残虐行為が起こしている。私の名は、ジェネラル・ビジットボディ。君たち、新米レンジャーの司令はただ一つ、この宇宙の平和を守り抜くことである。入ってんな。宇宙船だ。好きな席どこですか？いい席どこ？おー、またすげえ、さらけ出され方すげえな。さあさあさあ、新米レンジャーのみんな、乗った乗った。ヒロカ11号は間もなく出発するよ。私はキャプテンコライダー。初めての任務だって。この私がついてるから大丈夫。さあ、シートベルト締めて、動きますよ。すげえこれは。これはすごい。なんだぞ、キャプテンコライダー。うわぁ、ドラッグショップすごい。さらけするのか。うわぁ、一人に向けて。さらけ出されすぎてない？だとしたら。いくよぉ。うわぁ、マブラブみてぇな。おぉはやはやキャプテンコライダー、真面目にやれ。ごめんって。ほら、目の前に見えるあれが目的地のスペースステーションだ。あれか。そうだろ。問題発生。ヒューストン、何事だ。おい、タイムリープやばい。これはやばい。宇宙ヤンキーだ。エースステーションがやられた。ヒューストン、ヒューストン。おい、重力で、おい、おかしいだろ、おかしいだろ。いや、あんな落ち方しないよ、宇宙だよな、ここ。うわー、それまで持ちこたえろ。いや、持ちこたえろったって。おい、おい、避難してるぞ。おい、避難しようって。これ大丈夫なの、これ。逃げろじゃなくて、あの、僕たちさらけ出される。うわぁ、さらけ出されすぎて、うわぁ、何が起きてんだ。あの、私ですよ。これ以上は持たないじゃなくて、私死んでますけど。黒か11号、よく持ちこたえた。援軍だー。総員、敵を殲滅せよ。よっしゃー、ソークラベちゃん反撃開始だ。みんな、捕まって。はい。ふぅー、やばい。一撃一撃。うわ、すんげーや。ダンダダダダダダダ、いけいけいけ、ダン。うおよく狙って撃った。うわぁ、来てた。本日は、お足元の悪い中、私たちの星に来てくれてありがとうな。つまらないものですが、これってむっくらえ。おほぉー、艦隊撃破。ここに、ここで最後の最後ね。まずいな、落ちていくぞ。うわー、エンジンつけ、頼む、エンジンついてくれ。よし、ついた、避けろ、早く。うわっ、エンナよ、エンナよ、そんな、うわー、すごい。おお、ここで終わるんだ。すげえや。いやー、どうもどうも、みんなありがとう。初任務お疲れ様。みんな最高にかっこよかったぜ。ヒロカ11号が止まってから撃ってくるな。キャプ
ライダー、至急指令室に来なさい。おっと、そうだった。これがラストフライトだった。みんなの成長した姿が見れなくて残念だ。早くしろ、キャプテンコライダー。宇宙ヤンキーの残党はまだ残っているんだ。さっさとバトルシップに乗り込め。力が必要だ。よかったな。了解、すぐに行けます。よかった。あ、巻きなのか。じゃあまたみんな、次のミッションでまた会おう。じゃあなー。気をつけてくれよ。楽しんでってくれよな。またな。おー、なんかどうや。ヤンキートーク。ヤンキートーク。なんかちょっと、方向性がもう見えちゃったぞ。俺最高だぜって言わないからな。ちょっとなんか。ここにはな、宇宙犯罪者が収容されてるんだ。気をつけてくれよ。うん、あまり近づかない方がいいぞ。ここにはな、超危険な SSS 級の宇宙犯罪者がいるんだ。ね、今からみんなにここにね、あの質問しに行くぞ、ヤンキーに。わかった。気をつけてな。おぉ、あ、もうみんなすごい、なんかロックな投手の仕方だな。かなりエンタメ飛んでねえが、こいつ捕まってるんだよな。おぉ、うわぁ、思ったよりちっちゃい。捕まってるプリズンシャドウが出てきたぞ。あー、なんかイメージ違えぞ。イメージ違う。ずーっと捕まってる中で、そう、面談があるって、もうこれほど嬉しいものはねえだろ、これ。あー、そうか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 。どんどん質問していこう、手挙げて。挙手制でいこう。はい。あ、じゃあ、プリズンシャドウさんは、シャバの中で普段何してるんですか？もう毎日毎日あの洞窟の中でカコンカコンあのそうクリスタル掘ってるぞ。そうなんだ。真っ暗な洞窟の中であの明かり一つであのそうカコンカコンクリスタル拾わされあの掘らされてる。ああ結構地味なんだね。地味だよ。あ、どんなことをしたら5億年が課せられてしまったんですか。 SSS 級ってもうどんなひどいことをしたら、はい、いい質問してくれるじゃねえの。なかなかね、はい、そういう質問してくれるかなって思ってるけど、みんな全然そういう質問してくれないんだよな。ありがとうな。ありがとうございます。でっけえ宇宙船パクったんだよ。宇宙船パクった？そう、一人でパクって一攫千金だと思って、ちょっとあの宇宙のさあの居酒屋のところを行って、うん、たまたまめっちゃ気の合うおっちゃんとね先の席盛り上がって、うん、うん、そいつがキャプテンコライダーだったんだよ。あ、なるほど。キャプテンコライダーで、そのまま捕まっちまったのか。そう、捕まっちまったんだよ。あ、なるほどな。どんどん悪かったのか。なるほどね。そういうことです。ご趣味は？ご趣味？今は石撫でることぐらいしかないな。どうだろうな。告知だぞお前、気遣えちょっとは。そうだろうな。シャドウ出演時間短くねえか。もう終わりなのか。戻り戻る。今日は来てくれてありがとな。ああ、ありがとう。ありがとう。はいや、シャドウの出番。俺の代わりに青空いっぱい見るんだぜ。分かった、楽しんでこいよ。なんかすごい切ない。シャドウポスターと全然ビジュアル違くてイメージと違すぎるぞあいつ。なんかすごいすごいいい人すごい人間はなんかそのエンタメに飛んでるし世界観どうなってんだここ。ローグだよな。意味が分かんねえよ。宇宙ヤンキーに会ったところで、うん、また写真が。キャスト、そうだな、うん、なんか候補もうちょっと欲しいぞ、うん、あれはキャストの候補。もうちょっとキャスト育成しような、もうちょっと頑張ろう。よろしくバイシコ。みんなお、来たな。お、意外とスパシコ。おー、すごいいっぱい。すごい、うわ、すごい、うわ、すごいわ。みんなこれがうわ、ちょっとこれ、これちょっと待って、はい、好きなバイクに乗ってくれ。これ、良いパーセントというか、良い度、良いレベル。5! え？結構酔うってことで。5ですか？うん、覚悟して。うわお！よし！まんまチャリ、あんま飛ばしすぎないでくれよ。
ブンブンブン。マオチャをやらせてもらってるマンボチャーリーだけど、これから俺たちの精神とはどうなってほしいかね。どこ走ってる。うわー、ちょっとね、これやばいもんね。ちょっと待ってね。うーわー、ちょっと待って。すごいね、いきなり緊張いくんだね、マンボチャーリーは。おーっと、その予測できないからさ、道が。うーわー、ちょっと待って。うーわー、このアトラクションかなくて厳しい。あー厳しいよ。あーなかなか厳しい。これはうわーやめよう。もうついてるぞ。もうついて、もうあのぐわー、あの軌道わけわかんないし、せめて前に進んでくれ。せめて前に、せめて前に行こう。そうだ、ママチャリ生きて帰るよ。ママチャリ、みんなおー、あ、そっちも行けちゃうんだ。飛ばしてるねー。どういうこと、どっちに。あー、ちょっと待って。あ、バックも、バックもするんだね。まあ、ありがちだからな、ジェットコースターねー。あー、これは絶対に苦情入れてやるね、俺オーナーに。あー絶対苦情入れよ、マジで。うー、これはこの映像ショット撮れてるからね。こんなもこ、うわー、拷問ないぞ、今度は拷問ないぞー。うー、止めてるよママちゃん。にくっ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 、もうわけわからん。うわどういうこと。え、待って、俺たちが乗ってるマンマチャーリーをもうこっち来たね。マンマチャーリーあそこだよ、マンマチャーリーあそこだよ。俺たちは今どこにいるの。え、どういうこと。マンマチャーリーはどこ。え、は、え、夢だったの今の。今の時間何、今の時間何。みんなお疲れ。よし、みんな、うん、行くぞ。絶対訴えてるからな。映像ショック取れたから今の。ひどいもんだよ。みんな無事か。無事なはずねえだろ。無事なはずなんていねえんだからなもんな。大丈夫そうだな。頭はてなだよな。わけわかんねえよな。意味わかんねえよ。考えちゃダメだって。ああ、そうだな。心で感じるんだな。だ、自転車っていう世界からだよ。せめて前進もうぜ。飛ぶからこう、ポーンって上に。そうだな。もう。次もちょっとすごいものに乗るぞ。おー、頼むぞ。博士、まさか行くんですか。ちょっと連絡ね。はい。黄色の。お、俺たちあれに乗れんのか。よっしゃ、まさか、まさかあれに。みんなあまり考えずに、わかった、ごめん。ちょっと考えた、俺。確かに。それは申し訳ない。ちょっと考えてしまった、俺は。何も考えるな。そうだった。お、マット世紀末、あ、失礼しました。マット世紀末大車輪へようこそ。大丈夫か。ここで皆様にははるか彼方の異世界マット世紀末鎌倉へと旅立っていただきます。おー、鎌倉に行くんだ。そしてそこに存在するとされている伝説の秘宝エメラルドブッダを手に入れていただきます。はい。異世界に行くということであれば危険な生物も一緒にいるということは間違いないでしょう。おお、鎌倉に生息している死神です。おお、宝を狙ってやってきた人間を捕食し、さらにその頭蓋骨を装飾品にするといって悪趣味な死神でございます。おお、そんな危険なやつに対抗するためあるおまじないを作りました。はい。それがマット世紀末。うーん、マット世紀末、マット世紀末、念のためではありますが練習をしましょう。はい、ではいきますよ。マット世紀末、マット世紀末、マット世紀末。皆さんありがとうございます。では皆様、これから乗る物体を紹介したいのですが、一つ注意事項があります。確かに何に乗るかイメージできない。テレビの前のみんな、君たちとて例外ではないぞ。この乗り物ものすごく不安定でものすごく酔いやすい。酔いやすい。 VR 始めたての方や VR 酔い慣れていない方につきましては乗車しないことをお勧めします。え、そんなか。乗車しない方でもご安心ください。なんと神殿の外から今回の旅の一部始終をご覧になることができます。
へぇ、どっちでもいいな。今から乗る物体を紹介します。さらに奥へとついてください。物体ってなんだ。はい、乗り物ってこと。物体なの。おお、これ物体だ。ちょっと待って、ちょっと待って、これはどういうことか。これが北極兄弟が開発した大車輪でございます。あ、なるほど。大車輪はやばいって。大車輪さ、これはやばい。体験したいと思う方は内側の席に乗車することをお勧めします。ですが、内側の席はあまりにもぐるぐる回り始めるので、外の景色を見る目は全くないと言っても過言ではないでしょう。いや、いらなくないですか。何が起こってるかわからないレベルということで。いや、いらなくないですか。それ言っちゃったらもうおしまいだ。よし、みんな乗るぞ。積極的ですね。VR 酔い度マックスだぞ。ここマックスなんだな。やばい。乗り物は間もなく始めるよ。やば、だ、おい、久々に声。待って、VR で最近で一番声かもしれない。待って、うーわ、これはあかんぞ。おい、まず、いや。よく来てない、吉安も。いやいや、説明フェーズは回んなくていいから。今は回んなくていいから。今、聞いてるよ、いいから今。地獄へようこそ。あー。うわ、これはあのちょっと何が起きてるかもわかんない。あの、ちょっとごめんなさい、すいません。いや、ストーリー性も何もわかんないんですけど。あは、え、これ何。ちょっと待って、世界観、まず行きます。世界観など、うぅぅどういう、うわぁ、うわぁ、あ、待ってね、ガチで来てる。てか、この民族はでかくなっちゃダメなんじゃないの。この民族ダメでしょ。は、なんかモード変わったけど、これ今何モード？今俺たち今何が起きてる？今これな、なんでこれ？今ここの覚醒モード何が起きてる？今俺たちは何をしてるのこれ？これ何をしてるか分かるのかぐらいさ。うぅー、おい、重い重い、赤赤、ちょっと待ってね。え、今か、今これ俺たちが何かしてるわけじゃないよね。まさか攻撃を受けてるんだよね。今攻撃を受けてんだよね、俺たちは。攻撃を受けてこうなってんだよね。エメラルド物体をゲットしたぞ。あ、何言ってんの、はい、何言ってんの。あ、今俺たちは何か、あ、あ、皆さん大丈夫ですか。大丈夫じゃねえわ。大丈夫じゃねえわ。何これ。今何の時間だったの。なんか、オーナー、オーナーに何も言えないとかの集団なんですか。オーナーになんか口答えできないみたいな感じあります。じゃあ言いたいことは言った方がいいと思います。一応。あ、その通りだ。やっぱり言いたいことを言ってこそ、さっきの言葉がありますからな。いや、まずは一つ僕も勉強になってありがとう。はい、ありがとう。ありがとう。また来ます。よし、行こう行こう行こう。あー、またガリックスだ、考えちまった、違うのに。感じろ。ごめん、考えちゃダメだぞ。はい、感じるんだぞ。危なかった。あ、みんな、そう、お土産コーナーがあるみたいだから、ちょっと先にそっち見るか。お土産コーナー行こう。俺はこの遊園地に金落とす気ねえぞ。絶対落とさねえからな。あ、いいな。ここにいっぱいあるぞ。これは可愛いな。これ、マンスク。これ、これよく来てくれ。これは可愛い。ちなみにこれが私のおすすめだ。うん、これはこれはネオレか。可愛い。確かに似てるですね。可愛い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 。あ、ちょっと待って、ちょっと待って。ね、どなたかがいらっしゃるの。後ろに。後ろ？あれ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 ？プリズムショット？プリズムショット、なんでお前この時んだ。どうした？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 まもなく、ショーを開演いたします。
ショー、中央ステージへお集まりください。ショー、中央ステージ、中央ステージがどこか、あーステージが、あー始まるね、ショーがね。これ B 班ですか？はい、 B 班です。 B 班、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  B 班だか。私は外で見てました。すごく、あ、正解だと思います。ね、あ、すごい再展開するんですね。素晴らしい判断だと思います。お、来た。お、音変わった。なんだ？お、あ、見つかりませんね。あ、そ、どこ行った？あ、そこにいるのはトラベラーのみんなじゃないか。みんな先ほど伝えた特徴の生物を見かけなかったか。どんな情報でもいいんだ。全然見つからなくて、どっちに向かったとか何かないか。というか先輩が方向音痴だから余計時間かかってる気がしますけど。うるさい、前と後ろと右と左が分かんないだけだ。それを方向音痴って言うんです。はい、ちゃんと聞く話を。誰かいないか。誰か知ってる方いませんか？見かけたら教えてください。後ろ、いた、どっちだ。キャプテンゴライダー、お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ。なんだお前か。どうやら首は免れたそうじゃないか。ああ、どうもどうも。そこにいる新米レンジャーたちとの任務のおかげで活躍できて、なんとかパイロット続けられることになったんだ。おう、タヌキじゃないか。お前のような反抗的なパイロットは、クビになってくれた方が良かったんだがな。ひっどいなぁ。私だって役に立つって。キャプテンコライダー、パイロットとしての技術だけは超一流ですもんね。おい、だけってなんだよ。一言余計だよ。すいません。まったくもう。こんな奴に構ってる暇ない。他の場所を探しに行くぞ。だからさ、あ、はい。さあ、失礼しちゃうね。なんか守りひどいよな、こいつら。めちゃめちゃバカな方が。めちゃめちゃバカな方が。その生き物は。あ、お前、この生物をどこで見つけた？その生物、あー、トモリのこと？そう。いや、そこ歩いてただけだけど。あー、一応聞いとくか。今、トモノリの面倒見てくれるやつ探してんだけど、誰か心当たりあるか？いや、トモノリってお前、そいつはな、冥王星の生物ダイナマイトビーストだ。輸送中の宇宙船が不時着して、そっから逃げ出したんだ。はあ、非常に危険な生物で、我々が探していたんです。いやいや、危険って、トモノリはそんなやつじゃないって。お前がどう思ってるかは知らん。とにかく危険な生物だ。こっちで預かる。ほら、よこせ。いやいや、やめろって。なんだよ、急に。ああ、もう嫌がってるだろ。ほら、やめろって。何おい、リーゼント映ったらどうすんだよ。二人とも。リーゼント乗っちゃったら。また俺だろ。お前、分かってんのか、お前。うわぁ、なんだ、うっそ。うわぁ、たぬき先輩、助けてください。先輩、超この通りだ。この生物は急に巨大化、凶暴化した上に、あらゆる天変地異を引き起こします。天変地異を引き起こせ。大丈夫か？トラベラーさんみんな、大丈夫？トモノリ、おい、トモノリ、大丈夫？どうしますか？こっち、会長、やめてくれ！全員、射撃用意。助けて！射撃、射撃！おい、ふざけんな、射撃なんてさせるかよ！何言ってんの？トモノリ撃つなよ！それしかない！やめろって、そんなことないだろ！ふざけんな、リーゼント！ふざけるな、お前！大丈夫？やめろってバカ。お前こんな時までやめろ。ちょっといいか。ああ、リーゼントお前何やってんだ。トモリ、どうしたんだよ。落ち着いてくれよ。お前はこんなことするようなやつじゃないだろ。お前は落ち込んでる私を励ましてくれたじゃないか。頼む、自分を取り戻してくれよ、トモリ。あ、色が、あ、すごい、そうだ、頑張れ、そうだ、頑張れ、戦ってるんだな、暴走する本能と戦ってるんだな、トモリ、頑張れ、トモリ、負けるな、トモリ、本能なんかに負けるな、トモリ、そうだ、みんな、もっとみんな、トモノリのことを応援してやってくれ、トモノリ、トモノリ、トモノリ、ほら、お前らもやれよ、トモノリ、トモノリ、トモノリ、
危なくないだろう。ああ、ただ一時的なものかもしれん。やはりそいつ我々で預かる。いや、智則は私が責任を持って冥王星まで送り届ける。なんだと、そんなことしたらまたお前首候補になるぞ。別にいいよ、ここで智則助けないで何がキャプテンだな、智則。じゃあ早速行こっか。みんなもありがとうな。助かったよ。おかげで友のりも元通りだ。みんなに助けられるのはこれ二度目だな。じゃあな、私はもう行かなきゃ。ほら、キャプテンコライダ様のお通りだ。どけどけどけ。じゃあな、じゃあありがとうな。行くぞ友のり。長くすんだよ。頑張れ。戻るぞ。気をつけて。はい。はい。はい。かくして、キャプテンコライダーの活躍により、友のりは無事、おといた星に帰ることができたのであった。ありがとうキャプテンコライダー、ありがとうみんな。おお、と一緒にこのアフマ大陸を旅してきたネイティブのみんなからどうやらお見送りがしたいみたい。だから最後みんなの方をまっすぐ行ってエントランスで最後お別れしたいと思うから、じゃあみんな僕に一個ずつゆっくりついてきてください。最後エントランスまで向かいましょう。はーい、はい、はーい、じゃあ皆さん行きましょう。じゃあ行くぞみんな。みんな、こないだー、こないだー、こないだじゃーん。バイバーイ。マイクトラベラーの皆様、アフマ大陸は永遠時間となりました。楽しい一日をお過ごしになりましたでしょうか。またお越しいただける日を心よりお待ち申し上げます。え、知らないぞ。え、知らないぞ。初めて見たな。え、これセクシー犬は。またお越しをお待ちしております。覚えて帰ってくれよな。はい。みんな、はい。上司に言いたいこと言うんだぞ。言いたいこと全部言うんだぞ、ちゃんと。言いたいことあるだろうからな。おぉ、綺麗だ。アトラクションたち楽しんでくれたかな。よかった、どうだった。楽しかった。よかった。本日はアフマ大陸アドベンチャーお越しいただき誠にありがとうございました。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 今日は楽しかった。ありがとうございました。ほら、代表です。アイロトです。ありがとうございました。今日は来ていただき、何でしょう。大車輪あるじゃないですか。大車輪、はい、ありますね。はい、あれ拷問なんで。拷問ですか。拷問と、あ、やばいですか。いや、嬉しいわ。そう言っていただけるともう作りがいがありますわ。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。はーい、お疲れ様でした。見て、老けすぎじゃね、この一瞬でやられたぜ、物体にやられた。